脳神で神経衰弱したーい。タンクです。用事です。テントです。今日は何をするの？今日は生写真を使って神経衰弱をしていきたいと思います。おー、ルールは、まあ、普通の神経衰弱と一緒なんだけど、まあ、今回生写真を使ってやるということで、うん、生写真ってより中引きで、まあ、3種類で、まあ、そうだね、1セットじゃないですか、ね、はい、なんでそれを普通に生写真を並べて、うん、でめくっていって回収したらもう自分のものということで今回は。あ、じゃあ梱包を作ったらもらっていいんだ。そう、太っ腹、さあやりますね。今回結構いいの入ってるからちょっと、はいはいはい、マジで気合入れて、気合入れて、そうですね、はい、いやもうバンバン取りに行っちゃうよ。そうね、いいよ、いいの、いいよ、取っちゃうよ、もういいよ、全部取っちゃうよ。じゃあやっていきますか。いいよ、ましょうか。それでは楽しんでいきましょう。じゃあ順番決めていこう。はい、オッス。最初はグッチャケンポイ、あいこでしょ、あいこでしょ、最初はグッチャケンポイ。じゃあ幼児からやってきます、はい、お願いいたします。1枚目。おお、梅入ってんのね。そう、梅入ってる、結構いいところ入ってるね。いいね。じゃあ2枚目。ほいおお、じゃあ3枚目この辺行こうかな。おあれ、お、え、もうだからこれでセミね。これが引きだったらもう OK です。そういうことで、もらえると。そう、もらえる。いやー、今梅もらえるチャンスだったのか。惜しかったねー。惜しいなー。じゃあタンクいきます。中田さん、中田さん、おお、もうそろそろ写真集だね。ね、出ますから。いいね、嬉しいね。そうですね。カッキー、カッキー、え、大丈夫これ、ほんともらう？いいよ、いいよ。お、マジで？うぇ、あー、あやめちゃんね。いいっすね。写真集メンバーじゃ入れてきてるのかな。結構そうだね。あ、そうだね、そうなってるね。今が熱い、確かに、うん、さっきの梅もね、写真集、写真集、そうね、だし、もう出すしね。テント行っちゃいますわ。はい、慣れない。こっちかな。カッキーめくったな。めくったな。おい、めくったな。まさかの、うんこやん。おい、おお、あやねちゃん、あやねちゃんさっき、とりあえずまあ開けてないとこわかんない。開けるか。おお、やばした。あんの。マジか。じゃあ幼児2回目いきまーす。やばい、よし、しましたよ。いやまだより出てないよね。まだ出てないね。いやでもここで引いていく。はい、第6巻。いやいや、いやね、やばした欲しいけど。さっき何だったんだっけ。やばしたよりじゃない。より引いたっけか。うん。さあ、いきます。タック2回目。これどこ。うわ、待ってよ、だんだん、やった、やったな、やった。これは次、山下が大チャンス。え、うわー、サスタもある。え、何、どうしたの。やばいね、やっぱ一本目気合い入れてるね。1本目気合い入ってます。さすがっすね、お兄さん。じゃあテント2回目これだよね。あれ、いや、そうだよね。やったはい、やったあれ、はい、やりました。あやったな。やばい、よりの3回目いきます。え、これか。おーはい、やばい、はい、あとはやばい、山下、いただきます。メンタルが削られる、これは。水木ちゃん、いただきました。いやー、で、これ続けてやっていいのかな。そう、そうね。ああ、じゃあそこは神経衰弱と一緒ね。一緒だから。いや、カッキーより当てたいなー。どこだ。あ、これ開けたな。開けたね、さっき開けたな。開けてたから。これ開けたな、開けがちだね。そう、
さっきあったよね。そうね。そう、あつかちゃんあるっていうね。おお、梅ね、梅もさっきあったね。これメンバーはほぼ全員出てんのかな。出切った感じか。え、まだいるかも、枚数的に。3回目。おっ、あれ、おぉ、おぉ、しれっと、しれっと、しれっと遠作。いや、しれっと出てくるメンバーじゃないのよ。これ欲しいな。おぉ、これ分かりやすい。やっちゃったな。案外ね、その横に中あったりしてね、案外集まってんじゃないの、この辺とかに。ほれ、カッキーよりって、あ、そうだよ、なかった。そうだよ、よりだけ中引き出てるよ。どこだっけ、覚えてねえよ。そう、カッキーより待ちだったんだよ。こっちか、3枚激ムズだな。あー、やばいな。あと1枚。そうね、神経衰弱2枚だからね。そうね、あれ、あと1枚どこだっけ。中確かこっちじゃなかったっけ。あれ、おくそ、4時4回目。カッキーな、カッキーの中どこだっけな。いや、待て、思い出せ。あれ、待って、より、待てよ、よりがよりここだ。あー、2コンプ目。え、いいんすか、山下カッキーいただいちゃって。いいよ。言っちゃったからもうしょうがねえよ。ちょっとテンション下がってんじゃん。そう、もうゴリゴリ削ってから。連作。あれ、待って、あ、そう、あー、バカ野郎かよ。バカ野郎かよ。俺、待って、もうこれ全部俺いただきじゃない、独壇場じゃねえかもう。3コンプ目ゲットしました。いや、アスカちゃん行きたいな。アスカちゃん欲張りね、あんた。やめなさいよ。お前何やるんだよ。あれ、待って、え、いや、でもちょっとね、さすがに、あー、待って、さすがに、あー、まあまあまあ、さすがに覚えてなかった。ここか、あ、ちご、ちご、あれ、いやー、いや、美味しい三コンプ、いや、うまうまだな。いやー、いや、マジで回収しなきゃ。俺のタイプ4回目。あやめちゃん、あやめちゃん、あやめちゃん、これだろ。おー、あーね、中、中出たか、中で、いや、出たと思う、出てたよね、うん。アスカ、アスカ、アスカ、アスカちゃん、テント4回目、これじゃん。あ、ちげえよ。あやみちゃんどれだっけ。ダメだ、ダメだ。まあ、最多アスカは俺がいただく。どれだっけ、あれ、あれ、よりがこれだっけ。ちげえわ、こっちか。全然違う。何もかも違うわ。ダメだ、ちょっと。あ、4時5回目。全然思ってたメンバーと違うメンバー出てきたな。違いました、やばいな。あ、そうだよね、うん。いや、どこ引き、どっこ。マジか、これはやばい、やったな、大ヒントを出してしまった。これは、これは俺やったぞ。いやー、いけるいける、持ち主に回収されてしまった。いけるいける。とりあえずこれはアスカちゃんね、うん、はいはいはい。これはアスカちゃんでしょ。また引きどっこ、引きどっこ、よっしゃ。やった、いやー、惜しかった、やった。俺マイナスだからね、これ分取られてない。これ取っても自分のところに戻ってきただけだもんね。マイナスだからね。うん、あやねちゃん、うん、あ、そっちか。これもやめちゃう。頼む、頼む。なんかさ、おー、5回目が、テント5回目。これじゃない、これ中田さん、多分これも中田さんでしょ。いけない、よりこっちだよな。ほら、来たー、中田さん、いらっしゃ。ちょっと、あやねちゃんだ。さあ、どうする。あれ、もうあやねちゃん見せちゃったから、あやねちゃん行くしかねえよ。うん、そうだな、全部忘れちゃったな、でも。待って、
だっけな、よりどこだっけな。じゃあ用事6回目えいやっちまったな。用事の無双ということで、テントで、あと残りも少なくなってきましたからね、もうこれ終わらしちゃいたいね。いやー分かんない、いや分かった、やばい、全部、これ全部っすか、やばい、梅いただきました。もうこれはもうね、これ合わなかったらむしろゲーム成り立ってないから、ね、堀ちゃんもいただき、やば、おりちゃんもいただきました。お兄さん、何セットかけたよ。あざーす、結果発表。いやテントから、じゃあ私から、はい、私は中田さん1コンプでした。じゃあタンク、アスカちゃん1コンプでした。いやアスカちゃん欲しかったな、まあまあね、うん、用事は堀ちゃん、梅、あやねちゃん、遠作、カッキー、何コンプ、山下の、6コンプでした。完全勝利、完全勝利だ、うん、じゃあ生写真神経衰弱やってみたけど、どうだった。いやすごい楽しかったよ、ただ俺は結構難しかったから。どうだった。いやもう俺も難しかったよ、やっぱ2枚と3枚全然違うね、うん、あとそんなに持ってかれると思ってなかった。6でしょ、6でしょ。え、でもこれちゃんとね動画にも残ってますから証拠で、これはいただいていいんですよね。うん、いいよ。じゃあまあ今度は天とか幼児の生写真も使って、そうね、もう一回生写真神経衰弱やってみてもいいし、うん、あとあのルート246の生写真も僕ら買ってるんで、それをかけて神経衰弱とかも面白いかもしれない。そうだ ね, うだね、いっぱい買ったからね。そう、うん、ま、次は僕はめちゃめちゃもらうんで。次はその分取り返すんで。テントの意気込みは、まあ、あ、私はほどほどに。そこはガツガツいけよ。生写真神経衰弱やってみたいと思った人はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。次回も楽しんでいきましょう。